殿はどう考えるやろう。さあねえ、まあ、いい気分じゃないのは確かだね。もしかしてお前さんも戦いたくないなんて言い出す気かい。いや、殿の天下のため、この戦は避けられない。ならばこの長子竜、神となって戦おう。頼もしいね。まあ、わしらであのお優しい殿を天下まで引っ張っていくや。無事に五稜へと入った劉備らは、晴れて孫武と同盟を成立し、長江で曹操の大船団を迎え撃った。数敵不利を地の利と計略で克服し、曹操軍の撃退に成功する。今こそ慶州を得る好機である。慶州を足がかりにして益州までも手に入れれば、諸葛亮の説いた通り、魏、呉、蜀の三国による天下三分の計がなる。慶州は劉表から曹操に支配者が変わり、未だ不安定であった。そして益州は君主の劉璋が信望を失っている。慶州、さらに洛城を落とし成都へ攻め入るのだ。洛城を取り、成都攻略の橋頭保とする。やれやれ、援軍は来ないかね。もう遅れを取るな。頼もしい援軍よ、一気に押し返せ。長人をおびき出し、捕らえるため洛城を離れ、洛光府へ。恐れをなしたか、劉備が逃げてゆく。敵将討ち取った。
私の相手が務まる方はいますか。諸葛亮何するものぞ。私が撃ってくれる。さて、言われた通りのことはやったぜ。引け！落城まで引くのだ！叶わぬか。